何回かやってあげるとエネルギーの作りやすい体に変わってきますので、冷え性が改善したり、すごく老廃物がとにかく流れやすくなったり、疲れがなくなったり、いいことしかありません。はい、サトシキリンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、食後にグーパーするだけで血糖値が下がって血管がツルツルになって、で体の毒素が全部排泄されるケアについてお伝えしたいと思います。ダイエット痩せ体質でもらったりめちゃくちゃいいです。あと疲れも取れます。疲労まで取れます。じゃあ本当に効果先にわかりますよね。はい、めちゃめちゃ元気になりますから、ぜひやってみてください。グーパーするだけってグーパー意外なグーパーだけなんですよ。手を開いたり握ったりするだけ。そういうことですね、なんでこれだけの動作で体の健康効果たくさん得られるんですか。血を止めちゃうっていう感じになって、そこにある糖を使い果たしましょうみたいな。マイナスなイメージになるんですか。はい、一般的には乳酸ができたり、使った老廃物ができちゃって体っていうのが疲れてしまうという形になるんですけども、乳酸自体はまあ別に疲労物質ではなくって、そのまんまあると痛みの原因になったり疲労感にも関係するっていうふうに言われているんですが、それが乳酸とかピリビン酸って言われるものがあるんですけども、そういったものがエネルギーの元になるんです。それを全部エネルギーに変換させてあげれば、ものすごい量のエネルギーを得ることができてですね、そのエネルギーで体の疲労やもしくは細胞の構築、血管壁なんかも結構強くなりますし、で体中ポカポカして冷え性も改善。今ね、結構冷房効いてるからもうすごく寒くなっちゃうことあるじゃないですか。その時にただただ震えてるだけっていう人が多いんですけども、これもすぐできますから。あったかくなる。食後にやって、まあ、食後5分、15分、30分、1時間ってほんの少しやるだけでめちゃくちゃ暖かくなりますから。ということは血糖値が下がる。血糖値が下がれば残ったエネルギーが脂肪になることがない。このせき止めていたものを一気に解放することで循環みたいなものが一気に良くなっていって、そういう嬉しい変化が起こる。そうですね、詳しく言うと解糖系といって、10秒間の間に糖をエネルギーに変えます。これで2個の ATP ができます。 ATP 不足は筋肉を硬くしますので、2個解糖系っていうのであります。その後にミトコンドリアに入ってクエン酸回路と電子伝達系っていうので、ここで30個の ATP ができます。エネルギー不足っていうのはピルビン酸っていうものがこっちに分解されないから、これが残って脂肪になったりするってことですね。余分なエネルギーが、原子力で言えばこれがウランとして、プルトニウムいっぱいゴミになっちゃう。この辺がゴミになったり過剰な栄養になったりするっていう形で、常にエネルギー不足の人が世の中にいっぱいいるので、これが10秒なんですよ。10秒しか持たないし、10秒でできるって話。こっちは10分から数時間なんで、エネルギーが持つのが。そうです、体内でエネルギーを生み出すような仕組みを持ってるんで、持ってるんで、ここに酸素が初めて入るので、10秒めちゃくちゃ走ったら母息切れするじゃないですか。母息切れするっていうことは、ここに酸素が必要ですよって話になってきます。10秒とにかくこれをやって、その後酸素とミトコンドリアぐるぐる回すには、いろんなみんなサプリメントを取ったりするんですけども、何よりも酸素を届けるってことが一番大切で、酸素を多く取れば届くってことでもないんですよ。栄養やなんかと一緒で酸素の中いっぱいありますので、ここが一番重要なんだけど、ここがおろそかになってて、ずっと運動し続けるので、そうするとこっちがいっぱいになっちゃうじゃないですか。みんな有酸素運動もずっと運動してるから、このピルビン酸がいっぱいになっちゃって、要するにゴミがいっぱいになっちゃって筋肉硬くなって ATP 足りないまんまになってしまうんです。でもこっちをメインにすれば ATP がエネルギーにあふれますので、それが一番大切です。グーパーでエネルギー酸素を全部できます、はい、いきます、いきます、はい、ぜひやり方も教えてください、はい、手を思いっきり絞ります。こういうふうに、そしてグーパーグーパーグーパーずっとしていくんですよ。そうすると手が真っ青になってきます。真っ青っていうかな、白くなってきます。白くなるのが血止めてますから、血液来ないっていう形でエネルギー使っちゃってるんで、もう気持ち悪くなるんです。すごく嫌な感じになるんで、それまで待って、そしてパッと離すとうわーって血流が、これがわーっと血流が出て、これ一酸化窒素なんかもいっぱい出て、血管もリンパ管も開くんですけど、これだけでもいいんですけども、くるくるっと指を回して、くるくるくるって回します。親指だけでもいいです。親指回してぐるぐるで、サッ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 と撫でるんです。今全部体にもう回ってますので、ここにあったものがザーッと、その一箇所だけで
全身が、そうそうそう、ザーッと回ったものに酸素、異所性のミトコンドリアでザーッとピルビン酸ができれば、これでポカポカします。もう顔まで熱くなってます。こっちだけ同じように、反対側もグッパ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 、嫌な感じになったら、ハーストレーニングとかありましたよね。それと同じことです。パッと離すと、ブワッと暖かくなって、それだけだと酸素っていうのは十分にミトコンドリアで使えないんですね。血流が良くなっただけだから。供給が多くなれば、たくさん消費できるってことではないので、アウトプットでね、排泄がうまくいくようになって、初めて流れるようになるの。これでブーッと回してあげると、わーっと今、上半身全部が、あったかくなりました。できればついでに足もグッと縛って、でくる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 です。外回しにくる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 っとして、でパッと離すとわーっとあったかくなる。そしてさっさっさっさ、今度反対側、これも脱いじゃいましょう。こうしてる時に、でくる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 、でギューッとやって、まあ嫌な感じになるまで待って、なかなか足の場合はね、嫌な感じにはなってこないですけども、そしてパッとやるとブワーッと暖かくなって、それでさーっとザザザザッと撫でてあげると、これで全身がめちゃめちゃ暖かくなって、10分から、まあ、数時間なので、夜にやればそのまま寝てしまえばめちゃめちゃぐっすり眠ることもできますし、昼間であってもさーっと撫でて、今があったらもっとテレビ見ながらでも何でもいいですし、仕事しながらでも撫でるぐらいのことはできるので、これでエネルギーに満ちると。で10分ぐらいしたらわーっとエネルギーに満ちますので、それでもね、まだエネルギーがうまく使えてない人の場合は何回かやってあげると、エネルギーの作りやすい体に変わってきますので、冷え性が改善したり、すごく老廃物がとにかく流れやすくなったり、疲れがなくなったり、いいことしかありません。本当にリンパケアでやってることがそうなんですけども、こういったエネルギーを一回使いましょう、使ってこれを分解していきましょうっていうことをする。このピルビン酸がアセチル CoA になって、アセチル CoA が脂肪酸になってって、私たちは太ってしまうって話なので、このピルビン酸を使い果たしてエネルギーをたくさん貯めることができれば、私たちはお腹が減ることもなくなりますし、完全にこれがなくなったらお腹はちゃんと減るようになる。栄養があるのにお腹が減るっていうのは、栄養がちゃんと使えていないって話なので、これをちゃんと使えるようにして、循環が回るようにすると、すっごい体中がポカポカあったかくなりますから、皆さんもね、それを実感できるまでやってもいいかなと。最初はね、やっぱり回りにくいんですよ、エネルギーが。だけどやっていくうちに、リンパケアとかもうずっとやってる人たちだったらすぐ実感できると思います。どんな時間取られますか？暑いです。あったかいです。とにかくあったかい。エネルギーが散出できた証みたいな。証ですね。ちょっと寒いぐらいだったこの部屋が、今もう本当に暑いぐらいになってるので、ポカ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 してますので、それを感じるっていうことがすごく大事。感じることで、よりリンパっていうのは流れやすくなりますから、こういった形で感じる、やる、感じる、やるっていうことを繰り返す。繰り返すことで、その感じるがいかに気持ちいいか。義務感でやっちゃうと、気持ちよさを感じることができなくなってしまいますが、そういう場合は、なかなかできないなと思ってるんじゃなくって、本当にゆっくりじわーって感じてみる。血がね、バーッとこう入ってくるのをブワーンって感じることができると思いますね。その後もザーッと撫でてあげると、それが広がる感じがはっきり分かれてくると思いますから、そういった形で撫でたり回したりをしていただく。親指だけでも構いませんし、まあ手首こうやって回しても構いませんので、結構その辺のところがね、どうなんですかってよく言われるんですけども、これは適当でいいですって話なんで、動かしさえすれば筋肉が収縮と拡張繰り返すことで、血液以外の体液はポンプされるようにできていますので、力を入れずにたくさん動かすっていうことをしてあげれば、めちゃくちゃ循環は良くなりますし、解凍系を1回動かしてあげるということで、体っていうのは温かくなりやすいので、ぜひ皆さんやってみてください。何回やってもいいです。悪影響は全くないです。老廃物もどんどん流れていきますから、効果感じるまでしばらくはしっかり、はい、そうですね、感じること、まあ感じなくても感じたなと思っていただくと、次の回は感じやすくなりますから。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画良かったなと思ったら高評価ボタン、それからですね、ご意見やご感想などありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。そしてですね、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。